やってきて、き俺はこう教わってきたことをまあ文句言いながらとかさ、いやこれ、やだとか言いながら <laughs>、ね、やっぱり選手だからしょうがないねやってたわけじゃん,うん、うん、でも、こう、まあ、いろんな選手それから見たりとかママチャーズの人みんな教えてるけど何がこう違かったのかね、まあ、俺が言うのもだから何が違かったっていうのもおか,おかしいけど。 あのー、何がうまくなる要素があったのかないやなぶっちぎり一つのことをずっとやり続ける能力はもうずば抜けてるでしょ<ー>でも本当になんかあの何、ー、て言うんだろうな,な俺なんかの話をもうちゃんともうもう目を見るとさあこの人、ま、学びたいんだなとかうまくなりたいんだなとかさ向上心の目ってやっぱ違うじゃない。 ちゃんと俺も心身になってちゃんと答えなきゃなと思ってもちろん集中して答えてるんだけど例えば1個の動きをじゃこういうふうに上げてねっていうのを言ったとするじゃないでやっていくうちに、まあ、2か月3か月半年ってなってくると多分生ものだからだんだんこうずれてくるし今度違う動作が必要になってきたりとかするわけじゃないで今度違う動作が入ってるとするじゃないそうすると半年後ぐらいにあれしん ちょっとこっちに上げすぎてるけどあれもうこっちで平気だよって言ったら「だってまさか半年前にこっち上げろって言ったからずっとやってたよ」とかそれを「あこんだけずっと同じことをやってて飽きないんだな」みたいなやっぱその辺はすごいと思う大体みんなねこうフェードアウトしてっちゃうから動きって考えがううそうその辺もすごいしあともそのもちろんゴルフの技術をちょっと一回置いといてその例えばこうやって話してる時も絶対こう足を組まないとかねそれ聞いた時に なんかあ足って組むもんだと思ってるぐらいだったから <laughs> なんで組まないのって言ったらいや足組むとあの、ね、背骨がこう曲がってスイングに影響しちゃうからとかあとはやっぱちょっと恐ろしいな気持ち悪いなと思ったのが、うん、食事をさ確か同級生3人で食べてて、うん、じゃあ支払い誰にしようかって時にあじゃあっつって,て当時ね男気じゃんけんがやったわけ,んけん、ね、勝った人ある、ね、じゃんけんと男気で払おうよっ,つっ,て言って言ったら慎吾<ー>が「 ああいいじゃんけんするんだったらいい俺洗うって言うからなんだノリ悪い男だなぁと思ってそしたらなんでって言ったらえ「こんなんで運持ってかれたくない」その運をゴルフの一打に試合の一打に繋がるんだったらそっちの方がよっぽどいいっつって言って俺もその時に俺も結婚したいと思ったもんすて <laughs> <laughs> な人だなぁと思って <laughs> あでも今もじゃんけんしないあ,あ俺負けていいっていうその,その,そのい もうね、年間を今、よく言ったけど年間を通して1打でも1ミリでもうまくなるんだったら俺、それだったらもう全然あの妥協っていうかすべてをもう OK するってよく言ってたじゃないもうそれやるって言って、うん、もうそれ聞いた時にあそうだから一番なんだ,らだんだなと思ったの、うん、時にそう,すごいもうそういう面で、うん、そういうのはなくなってきてるねあとね,あとねいいい言言うじゃないで言ったものを やっぱこう習い上手の人ってこう自分なりに噛み砕くのが上手いのが、はい、ういよ言ったことをそのままやるんじゃなくて自分だったらあもうちょっとこういうふうにした方がやりやすいだろうなとかってちょっとアレンジかけていくわけでもシーンは変わってないんだよ、うん、ちょっとアレンジかけてやっていくわけでその,そのアレンジのかけ具合が尋常じゃないぐらい,上手いうま、ん、いああ俺だったら正咲言ったことこういうふうにした方がやりやすいだろうなっつって。 でこういう風にしてみるけどいいっつってああいいねいいねいいねっそれがなんかこううまくこうかみ合ってくるとやっぱすごく調子がいいよね。へ<ー>うん、そうすごいこうふるいにかけるのがうまいっていうか。うんへ<ー>、うん、そうそうあとはまああれだよねまあちょっとそこは僕はあんまりあれだけど新しいのが好きすぎる。じゃあ俺がね昨日もね。<laughs> <laughs> いや俺なんでこんなに新しい変化が好きなのかなってやっぱこう思ってまあ俺本すごい読むんじゃんあれもねまあまああいい方向には動いてる,よ動いてるしまあ俺が今までまだやれてるっていう一つの原動力でもあるんだけどやっぱりねあああのまあまあ商売だったらさまあ俺とか商売じゃないけどさ商売。 としたらさこの例えば今2020年じゃない、うん、過去10年間21年例えば2010年,、うん、20年から2020年のしようか、うん、10年間、うんえー、会社があって、うん、残って 10年間やってる可能性がある会社って6.3%しか今ない<ー>日本ないんですよで、うん、その6.3%しかないその会社に一番なくなっていく理由は変化を怖がってしまっていることとかっていうとかを俺読むわけようもうそういうのは大好きなわけですよなるほど ねうん、だから変化を怖がっちゃいけないんですよっていうところにこうなんかねそういうのも良くないんだけどなんかそういうところも俺、悪いところの1つであってだからま、あまあ2年間ぐらい俺も遠回りしましたよ。遠回りしたけどあーって分かることも結構あるわけですでやっぱりこうじゃ。 100年間続いてる企業とかいっぱいあるわけじゃんその100年間続いてる企業は何にも変わらないから100年間残ってるわけじゃないっていううんなるほどね。100年間ずっとみんなが変わろうとしてその人たちにニーズを合わせてきたからこそ。 今100年残ってるうん積み重ねて結果100年残ったとこなのね、うん、だそういうことは大切にしながらうん、うん、あ自分のベースっていうものを大切にして、うんうん、あこれからもう,俺もう俺ら50じゃない、うん、でやっぱりこう50になってまあねゴルフってまたさらに50からのさ夢もいっぱいあるわけじゃんか,だかそういうのをこう、えー、一緒にこうまた積み重ねていったらいいかなとかさ。 時間があったねなるほどねだか,らだからまあスイングも俺はやっぱりこう好きな好きすぎちゃうんだよねゴルフがほんと好きだよねもうダメだねほんと好きだと思うゴルフが好きすぎてダメね、うん、でもさなんかわかんないけどなんかこの間も全然あの若いことといろいろ話したんだけどなんかこう夢がないっていうね あの学生の男の子だったんだけど、うん、どうしたらいいか分からないって言ってなんか全然ゴルフじゃない親な、うん、関係なしで親御さんから相談もらってだからそう考えていくとさそういうい自分がやりたいと思うことをさ慎吾の場合まあ40年以上やってますそれだけさ、ね、好きなものが見つかってそれをずっとやり続けられて気持ちが変わらないって変態だよねすごいよね。 でまたさらにさ、やっぱ今って、えー、自分がやっぱこうまあ去年、コロナでさうん、うん、1>, 1年間試合やらなかったからやっぱり、こうねこれね思うえー、っと思うかもしれないけどラフに負けるようになってきた、ね、初めて。<ー>ラフで、真に今、やっと今こ,う今これ撮影してるのはまあまあ10月の終わりだからいいけど。うん 6 7 8 3ヶ月間ぐらい俺初めてラフで自分の思ったところにフェースに当たんないとかっていうのは出てきたの<ー>ラフが長くなってきて<ー>それってやっぱ去年やってないから体が,がラフに対しての体感っていうか振る感じとかがなくなっちゃって初めて、ね、いやトーナメントが長いから余計ね<う>普通のコースとして去年は普通のコースでしか長い時にやってないじゃん,んラフの やってないわけですようでそういうのを初めてこう感じたのへえそれはすごい貴重だねなんかねうわそ,そうなんだ多分<ー>まあだからもう俺とね同じ年のベテランの人ってまあ谷口さん藤田さん宮本選手ぐらいしかツアー出てないから、うん、多分今年のラフ入った時に うわ、あれって思ってると思うんだよな <laughs> 俺なんかのほう、えー、ああそれは面白いねなんかねそういうことを初めて感じたりとかやっぱりこうい、まあ、ゴルフあんまりしてない、まあまあね、俺とかあま毎日ゴルフとかしてうん、うん、昔の感覚があると、うん、その位置からそんなショット出るのっていうのが出たりとかああなるほどねでそれを僕とかが えー、だジャンボさんの一緒によく、ね、回らしてもらった時に、まあ、ジャンボさん、50の後半ぐらいスーパースターじゃない僕らスーパースターなのにえテーショットえとかって思ったわけ30代うん、うん、僕が一番バリバリぐらいの時ね十、うん、何年前うん、うん、でそれが自分にもあやってきたんだなっていうのも初めて実感するわけ。な、うん、なるほど、ね、なるほほどどねねそう、うん でも若い選手と戦わなきゃいけないところでもあるわけじ、ね、ゃん,うん、うん、このね、今、この狭間と自分の変化といろんなことで自分がこう戦ってるっていう時なんだよねだと思う,もうこれだからこそまたちょっと連絡してちょっとどうみたいなところにもこうあって多分、自分もなんかね 感じていることがね少しずつあるはずだと思うんだよねう,ん,うん。なるほどね深いねこれね結構ね俺は初めてラブで感じたうんそっかもう半年回ってないからなコース <laughs> 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 あのねびっくりすること起きるからそうなんだね、うん、いやいやだねでも年取るのもやだけどでもなんかちょっとあれだね なんかいろいろ聞いてるとまだ上手くなりたいんだなっていうのがよくわかるこれねだからこのもうほぼほぼスポーツ選手だったら終わってるわね48もう49だからその中で今二人足してもさ僕の年にならない組とかあるわけですよ23と24と一緒に回るわけじゃないでうわこれやっぱさこの。 去年からまあずっとやって約10か月ぐらいいろんなことを見てうわこれ勝てないなとかうわ俺もこうしなきゃいけないなとかっていうことでいろんなことをこう見失ってたの、うんうん、でもねこの1か月ぐらいこの、まあ、初めてこんなに自分で予選落ちとかをこうしてきて、うんうん、また変わんなきゃ変わんなきゃって思う自分といやちょっと待てよと立ち止まって、うん、今の自分だったら この子たちと何だったら戦えるのかなうん、うん、自分の今までの、まあ、経験はまあ忘れないじゃない。うんうん、でイメージもスランプがないんだってうん、うん、ただ自分のこういる場所だったり自分が本当に今の若い子と戦わなきゃいけないところの自分を一番見失ってる自分がいるなっていうのもすごいよく分かってきた、ね。これを 特にこの2週間ぐらいね、すっごい自分を見つめ直そうと思ってそういう時間を作ってやった結果こういう話がやっとできるようになってなる今もないものねだりじゃん年齢ね若いうわ、いいなうわ、そんな飛ぶのいいないや、それ新しいドライバー使ってそんだけアッパーで打ってバカーンっていかれたらそれは無理だなっていうことしか見てない自分がすごいいたんでね。 じゃないなっていうのがすごい分かってきて、うん、だからちょっと喋りたかったっていうのもあったんなるほど,なるほどそうこの俺の持ってる経験と今の自分で若い子と戦うためにはどうしたらいいかなって初めて向き合えるうんなるほどねそうなるほどねでもなんかちょっと一つだけ引っかかったのがあったなんかその こうやってやってる今の動きの新し、ね、動きちょっとまあいろいろトライしてたじゃないでそれをまたやってちょっとまた戻すみたいな感じじゃなかったけどでも俺はそれを進化だと思うけどね、うん、やっぱり日々日々やっぱスイングってさっきも言ったような生もので悪くなってっちゃう劣化しないようにそれをこうケアしていくっていうのは一番ゴルフでは難しいことじゃないそ,<う>それをそれをこうやっぱやるのがうまいわけだから。そうだかから俺はすごくなんか そういう面では進化かなと感じるけどね。うーんダーバーチャーの人もさ、見てる人も、やっぱりこうね、なんかかさ、スイングってさ、こう流行りってあるじゃん。やっぱこう、な、ちょっとまのシャローとかさ、うんうん、まあまあジージがやったりとか、まあまあいろんな。うん、でもやっぱりこう不変で変わらないものもすごいあるじゃん。うん、やっぱどうしても変わらないもの。うんうん、ただこのちょっとやっぱり今って。 カカチャカチャャが出てきてき軽くていいシャフトが出てきたから、うん、でやっっぱちょっと当てる時に昔よりはちょっとこうハンドファーストに当たってる現象がまあまあカメラも良くなってきていいとか、うんうん、でも普遍で変わらないものもたくさんあるのでそういうのをやるのもいいけどやっぱ変わらずにこうやっていかなきゃいけないことっていうのを。うんえー だからそういうのも伝えていかなきゃいけないのかなっていうのもいよく分かったんだよね。そうだねうん、うん、なんかこうだんだんやっぱこうスイングって前は1個の動きをこうしましょうだったけれどもこれからなんか例えばドライバーで振りたい時はこの動きしてアイアンで押さえたい時はちょっとライン出しみたいなフリートウッドみたいな感じでああやって打つとか結構こう人によっていろんなスイングがこうだんだんできてくるんじゃないかなと思うの。 であのだからそこの自分に合ったやつを選んでやっていけばいいだけであってただ絶対に譲れないのはあの、まあ、もちろん、ね、ヘッドが大きくなったりとか、まあ、軽くなったりとかいろいろあるじゃないだけれども基本的には1本の棒とくっついてるヘッドの組み合わせは変わらないわけだからこれ絶対物理的にこうやって振らないと球は曲がりますよっていう組み合わせはこれは絶対変わらないと思うのね。 やっぱそこを譲らないようにしながらどうすれば一番球が飛んで曲がらずにえ安定したゴルフスイングができるのかなっていうところに行き着けば大体ものずっと決まってくるとやること、うん、でこれもね本当面白いぐらいで今2020年こうじゃない、うん、でまあそうやって時事スイングがこう流行ってたりとか,なんかあったじゃないでその20年ぐらい前になると今度2000年ぐらいになってタイガーの時代があったりとかさあのそれこそレッドベーターの時代があったりとか、うん、でその20年ぐらい前何にしたらホーガンの時代があったりさ のハー,ビーペニックっていっていわゆるあのレッスンのもう一番初めに作ったミッキー・ライトとか、ね、いいじゃない作った人ああいう人とかがこうさ20年中ぐらいで来てるけど結局振り返ってみるとだってミッキー・ライトだってもうめちゃくちゃ同じ、ね、オンプレーンで振ってるわけですさでその20年後のタイガーだって直線的に振ってるしみんな結局そこはねやっぱり、ね、多分ずれないと思う。 あとはこうどういうふうに使った方がいいのかなっていうのがまあ今、ね科学的にいろんなこう実験材料を測って地面反力の計測計ができたりだとかって言ってて言より数字化はしてるかもしれないけど結局やってることは一緒ででそそののてううんだろうなその科学的に認証されたものに関してその言葉を作っていったっていうだけまあシャロウィングにしたって昔はシャロウに打ってるとも同じことなんだからそうだとは俺は思うけど。だから結構あのや いいろろね新しいこう情報で今 SN、SNS とか YouTube とかでもいろいろ結構、何だろうなこう情報過多になっちゃうっていうか,かそうだ結構悩んじゃってる人もすごくいるからそれはかわいそうだなやゴルフの話、これね、<laughs> あの終わんないですあの多分、見てる人でゴルフ仲間でゴルフ行った後、まあ今ね、やっとまあ食事とか飲みにもちょっとずつ行けるようになったけど。 多分ねすごい話したいはずそうだねあれ今までってゴルフ場に行くか？てさ <laughs> すぐ帰るじゃん今までこの3年間ぐらいは、ねね、でもようやくさそうだよね集、ま、一応集まれるっていう雰囲気になっちゃたからこれね、あのー、ゴルフの YouTube がまあまあ今こうやってやってるかもしれないけどもう皆さん見てる人たちのゴルフ談義を。 あの話してたらすごいと思う世界中でそうだよね特にゴルフはやってきたしなんどうやったら上手くなるんだからさ始まってさ、うん、あそこのなんだはどうだとかさ、ね、クラブはな終わんないんだからゴルフ一番ホるルから話したもんねいや本当ト <laughs>、ね、だから、ね、ゴルフっていいなって今でも思うね、うん、楽しいし間違いない、うん、は僕なんかさ本当はずーっとゴルフの話したくしょうがないもん <laughs> 誰かいないかなと思うぐらいゴルフの話したいの <laughs> そですで、ね、に <laughs> だからゴルフの神に愛されるんだね <laughs> まあでもね本当ゴルフってねえ家,の家の中も,もう最近家行ってないけどさそのこうゴルフのものだらけなの パターマットがあって、それこれがまた僕変わってて一切やんないっていう。そんなに好きなけどゴルしっかりしてるね。もうゴルフ場離れたら基本ゴルフはよくさプロもさあのパター持っていく選手とかいるわけホテルでね。僕一回もやってこないからね。あそうゴルフ場は終わりもうもうゴルフはそこまで。 ただ夜とか喋りたいの、ゴルフの話したいの。そう。ゴルフの話したいの。<laughs> なるほど、ね、<う>人がいると話したくなるけど、一人でホテルとかだともう別に。でももうゴルフは一切、<laughs> まあユーチューブ最近も見なくなったけど、<laughs> まあ本読んだりね。そうそう。やっぱりまあまた本に行きだしたけど、えー、去年はやっぱり暇だったから本当にゴルフのユーチューブ見ちゃったね。そう。すごいパルモン。ダメだね、見すぎても。はい、うん。うんうん ます。まあそんなこんなで、はい。ありがとうございます。<laughs> あ,ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。えー、皆様ご視聴ありがとうございました。えー、できれば、えー、チャンネル登録やいいねボタン押していただけると助かります。えー、それから、えー、コメントなど、えー、いただければ、えー、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、えー、ぜひよろしくお願いします。 Thanks for